激ヤバデッキ降臨。どうも皆さん、外役実況者リュウです。さあ本日なんですが、激ヤバデッキをね壁とやってるデッキ、通称マジでこれランク戦で流行ったらマジで地獄だぞ。結構最近見るようになってきたんですよね、このランク戦でバーンデッキ。なんでかっていうと、その今回の新しいパックで、その昼夜の大火事っていうね、ぼや騒ぎくらいにしかなんないんだけど、全然大火じゃないっていうね、カードが実装になりましてですね、まあ、これが実装されたからっていうのもあると思うんですけども、これもね、皆さんご存知ですか、アバイオバブルバーンっていう、昼夜の大火事とか、そのファイアボールとかってバーンカードなんですけども、バーンカードを、なんか何枚も打って、相手のライフを、4000をなんか削り切るっていう、本当に壁とやってるデッキなんですよ。壁とやってろ中の壁とやってるデッキ、壁オブ壁みたいなデッキなんですけれども、何をね、やっていくかっていうと、とにかくね、引きまくってデッキを、で、バーンカードもめっちゃ使うっていうギミックですね。で、強いのは、バブルマンっていうモンスターで、これ手札からね、このカードが1番の場合は特殊召喚できますよ。で、特殊召喚成功したときに、なんか他の手札とフィードがなければ2ドローできるよっていう効果を持ってるんですよ。だからバブルマンを特殊召喚して、で2ドローしてまたバーン打って、でアバよってフィールドのモンスター戻せるんですね、もう一回。でそうするともう一回使えるんですよ、バブルマンって。これ特に特殊召喚に制限ないから、1ターンに1回とかの。だからアバよしてバブルマンで2ドローして、だから要は4ドローです。4ドローします、これこの人がいや強すぎ。で、今回のギミックなんですが、まあ、バーンカードをなんと ね、 そのね、悲しいことにね、これマジで何回も言っててちょっと申し訳ないんですけども、その一律バーンダメージ半減っていうお知らせがリンクスにありましてですね、昼夜の大火事とかこれ800ダメージだったじゃないですか、もともと800ダメージなんですけども、なんかね、400ダメージっていうのが一律バーンダメージ半減とかいう、ほんと意味わかんないエラッタかかってるんですよ。つまりファイアーボールより弱いんですよ。こんなこと許されていいんですか。いや、せめてこれ600とかにしろよ。いや、ファイアーボールより昼夜の大火事が弱いはないわ。だってこれ大火事ないもんだって、全然もうぼや騒ぎでしかないよこれ。ふざけんなよってね。で、なんとしかもこの火炙りの剣、これ300ダメージなんですけども、雷鳴っていうカードがありまして、雷鳴とね、全く効果同じなんですよ。見てください、300ポイントダメージ与える、こっちは300ポイントダメージ与える何も変わってないんだけど、おかしくない？おかしいだろ、ふざけんなよ。まあまあ、こういうね、ことを、まあ、コナミさん、ちょっとやってきても、僕、すごい怒ってるんですよ。なので、今回は、この、火炙りの刑とね、昼夜の大火事を救っていきたいと、思います。カップオブエースで、表出ることを祈ってくれ。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、闇遊戯選手。さあ、まずは、バブル、おほほほほほほほ、ハンド強え、ハンド強っ。ハンド強すぎワロチ。さあファイヤーボールを発動、そしてゴブリンを発動さあバブルマンも特殊召喚して2ドロー。さあバブルマンの効果だー、なるほど。放殺するしかねえもんな、放殺するしかねえな、放殺して、はい、でカップして、でもちろん表が出るファイアーボール発動、そして、天よりの宝刀発動、2ドロー、もう一発、もう一発、バブルマン来てください、お願いします。ナイス、ナイスすぎ、ナイスすぎ、お前やるな。ごめんね、ユウギさん、長くて。あなた今日壁だから。いけるぞ、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 好きな発動。あー、まあ、やっと、もう一回特殊召喚バカの天才すぎ、ゆうきさん対戦ありがとうございましたこれはひどい。さて次の壁は、さあまあ成功確率は 5% といったところ、デッキ的には。あ、なるほど。革命する。で、800ボン。その後、ファイヤーボール、500ボン。さらに、天よりの宝刀発動。シャキーン。
はい、脳死割烹ベースでおもてなしします。脳死カップでおもてなしていく天才、息を吐くように表を出せるね、能力が必要で大勝ちしていく。まあぼや騒ぎぐらいしかあんないんだけど、で天よりの方を指していく。あと2300、結構長い。さあもう一回カップしていく。脳死割烹ベースで頼む。えっって神ゲー、神ゲーすぎ。ファイヤーボール打って、ファイヤーボール打って、で砲台で500バーンからの特殊召喚して2ドロー、シャシャン。さあ2ドローして、あーなるほど、ファイヤーボール打つしかないな。ファイヤーボール打って天夜の砲殺するしかない。ファイヤーボール打ってで天夜の砲殺をしていく。あと800でしょ、あと800。あ、天才すぎた。さあお相手の方チョコラブさんですね、よろしくお願いします。ボルカニック版デッキだ、出た。マジ、おざけんなお前、ざけんなお前、くんなお前。あ、初手絶対ボル、これダメじゃねえ、やっぱこいつめっちゃ引くもん。なんかファイヤーソウル使いたかったけどこれダメだわ、これやっぱり。あ、強いわ、ダメではなかったわ、強かったわ。で特殊召喚していく、はい、で2ドローしていく、はい、はい、オーケー、オッケーオッケーオッケー、あーなるほど、オッケー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 、いいよ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 、で500万だよ、あーオッケー、いいよ。でスキルアウトしてアーバイをして戻して、はい、でもう一発いって、はい、スドロー、シュシーン。あー止まったか、止まったか。あといくつ、これで500が、400当たるから、700はワンチャンあるんじゃないか、700はワンチャンあるぞ。次デッキトップ、バブルマンか、もしくは、カッポベースか、カップかバブルマンか。5500削りきれないでしょ相手。いや、いけるいけるいける、頑張ればいけるぞ、頑張ればいける。このターンあのカード使うと殴れないから、トライデントね、了解。トライデントの、あ、普通に殴ってる、 OK、 OK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 
ゴー、もちろん、あーまだ諦めるな、まだ諦めるな、まだ諦めるな、まだいけるぞ。5500というライフポイントはそんな簡単には削れないはずだ。次のデッキトップがだからバブルマンか、もう一回カップオブエースかだったらいいのね。でボルカニック出てくるね。オッケー、もう全然問題ないよ。ボルカニック問題ない。1900と3000オッケー、4900オッケー。600出さないで、600打点きついから、600打点きつい、600打点はきついから、あっ100オッケー、100はオッケー。耐えた耐えた、まだ可能性はある、まだ可能性はあるぞ。俺の右手が光ってくなる。お前を倒せと、か神ゲーいけ、バブルマンで集う。え、これ駆け目で勝ちじゃない、あれあれ、レインボーライフ、これどうなる、え、回復するもしかして、ナイス、いやー無理かー、マジそれ、それマジ、それマジやばいって、そのカード、そのカードやばいって、それはやばいわレインボーライフはやばいわ、今絶対勝ったと思ったわ。ファイヤーソウル抜こう、マジでいらないこのカード、絶対引くもん、ボルカニックデビル。俺もボルカニックデッキやったんですけどね。